前回はファイルがぶっ飛んでボスがゲームクラッシャーとかした。今回はなんとか治ったので再開する。ちなみにデータはミスって永遠の眠りについた。なのでこののび太は2代目です。このボスは倒すと報酬がある。だからできるなら倒しておきたいところ。的がのび太をヘッドショット。そのままのび太はブラックアウト。おいこの野郎貴様はそれでも人の子か。動けない相手の頭割って気持ちいいか。気持ちいいですかそうですか。という夢を見たのだよ。逃げようとしたら機械が暴発して、お前、壁越しだったら衝撃波来るのそれ。どんな怪力だよ。というかのび太もいい加減縦呼ばらし。壁もろとも切られて死んだ。あ。なんだそれは、お前からのび太見えてないだろ。勘で人殺すな。勝ち目がないと悟ったので逃げることにした。逃げるは恥だが役に立つ。とかだまらっしょい。逃げるが勝ちだこの野郎。壁越しに人殺せる奴とまともにやり合う方がやばい。ではここから逃げパートに入る。道中物資は基本回収する。あいつはドアの開け方を知らんらしい。何でも壊せばいいとか思ってそう。っていうか早いなお前。だるまさんが転んだじゃねえんだよこら。お前はその机に何の恨みがあるんだ。もう少し工夫をしろよ。このように振り終わりを狙うと簡単に背後を抜けれる。てか今は普通にドア開けてたよな。かっこつけたい一心でドア壊さないでもろて。どこもかしこもドアノブ壊れてやがる。もう少し設備にお金を回してもらえ。お金が回ってこないからドアノブも回んないんだバカ野郎。しかもここなんもねえじゃん。ただの無駄部屋でした。ふざけんな。どうしてお前がそこにいるんだ。ドアの開け方も知らん奴が先回りするとか馬鹿げてる。考えてもわかんないこともあるんだと思う。はい脱出完了お疲れ様でした。完走した感想ですが、相手がのろすぎました。そしてバカすぎました。ではさっき回収した鍵で給油室に行く。鍵が閉まってたんだからゾンビがいるわけない。という余ったれた考えは捨てましょう。出会い頭停滞のもらった。なので通気口に逃げ込む。だんだん通気口に入ると安心するようになってきた。これが通気口中毒。そんなものないですかそうですか。では今さっき回収したダイヤの鍵を使う。机の上にあるのはボードゲームの類だろうか。懐中電灯をゲット。それは渡さねえと言わんばかりに窓突き破ってお客様乱入。困りますお客様。ダイヤの鍵は使える場所が2カ所ある。セキュリティがバガバだけど気にすんな。あとすぐ捨てようとする。ここは大量消費社会だったのか。だからといって使い終わった鍵捨てるなよ。まだ使うかもしんねえだろうが。あとゲームあるあるのポリタンク撃つと読み通り爆発します。部屋に入るとロッカーを叩くゾンビが一体。最短距離で銃撃、頭は消し飛んだ模様。男子がいる前で風呂入るは覗いていいってことでいいですか？いいですね。良くないわけがない。では楽園へ飛び立ちます。そこにいたのは女神、そしてスーパーパワーでステータスが全回復。悪いことした気分は一切ない。逆にあるのは程よい興奮と高揚感。これが目覚めなのですね。準備ができたのでいざ戦闘開始。ここはゾンビの殲滅が目的なため確実に殺す必要がある。ではポリタンク応答。正面に立つな邪魔だろうが、多少の被弾は覚悟の上。お前ら一匹残らず駆逐してやるからな。っていうかそんなに囲まないでくれ。逃げる逃げない以前に助からない。そのまま壁際に追い詰められた。でも大丈夫。のび太にはショットガンがある。でもことあるごとに首筋かじられてキスマークの上位互換みたいになってると思う。殲滅完了。これでセイナを守り抜いた。もうこれは結婚ルートあってもいいと思う。待ってるのは結婚ルートですかそうですか。
実際の速度です。